車延明治蔵村は、宮城県仙台市宮城野区小田原山本町にある、車延明治蔵村道に安置されている、地蔵菩薩像である。古くから、車地蔵山と呼ばれ、地域の守り神として、数形の対象となってきた。かつて、仙台城下の車町にあった江福山東周院、海山、現在は仙台市宮城野区新寺に一点の境内の小道に、安置されていた。 車町は、車大工が住んでいた、大工町であったことから、地蔵村は、地域の人々の信仰の対象となり、寛永14年の当州院移転後も車町に、残った。宝永5年、仙台城下の大火により消失したが、安政5年に、地蔵菩薩像と堂が再建された。宮城県仙台市宮城野区の、車延命地蔵村堂々の土地は長らく私有地となっていたが、 昭和63年に仙台駅東台に土地区画整理事業が開始され、土地の再編整理に伴って道が解体されることとなったため、岩手県陸前高田市の長谷山観音寺に仮戸の宣宮していた。平成27年5月に地域住民の交流拠点とした整備された駅東交流センターの敷地内に新たに道が建てられ、聖宣宮となった。現在は、 町内会組織である、車町通り、共栄会が管理している。ありがとうございます。